はい、始まりました、サブちゃんです。今回はですね、私がこっち側のメイク、そしてこっち側が達也さんがメイクしていきたいと思います。うわ、でもすごい作るね。ハンガーメイク。私今日ね、結構個性的なアイシャドウパレットもあるので、これファンの方からいただいた、ちょっと色合いもいろいろございますので、それ使っていいんだ。私も今回はちょっとナチュラルっていうよりちょっと遊びたいと思ってるので。いや、遊ばんでよ。おめえも消しちゃうな。そしてこのパンパンなんかちょっと髪の毛さ、どうかしてって、邪魔なんで。ウソポーチこれ見せて。あ、達也さんチェック入ります。前髪邪魔なんだよね。ピンないよ。ないよ。あんたあれ持ってたじゃん、カバンの中。うん、持ってるよ。じゃあちょっとピンだけ持ってくるわ、急いで。それハイライトです。シェーディング、シェーディング。これベースのライナー。あ、それはコンシーラーなので。おしゃれ。涙袋用です。あんたたまに涙袋すっごい濃い時あるよ。うん、トレーニング遊んじゃってる。遊んでんだ。こういうところ一緒？これはダブルライナーなんだ。これはアイシャドウ、これはダブルライナー。これアイシャドウなの？これはアイシャドウ。これアイシャドウなの？アイライナーじゃなくて。アイライナー。これは？達也に言われてる。これはダブルライナーって涙袋のその影を作るというか線を作るというか。これちょっとベースは私がこのパートやっちゃいますね。力強いブラシが。ちょっとメイクのちょっと勉強してきます私。てか私携帯は？私のパソコンのところに置いとったよ。影をね。またや。この間さ、つけたかな。これにひげ生えてたんだよね。なんかショックだね。うん、2、3本。なんかプロのなんかアシスタントっぽいなんか本番のやつでチェック中みたいな。そのシェーディングまではさ、両方やってくれんの？うん、達也の入れ方もあるだろうから、どこに取り入れたいとかある。でも小暮みたいにせんでよ。指でさ、シェーディングされるの初めてなんだけど。ちょっと間違ったな、やめろよ。なんかゴミついてる。なんか力強くて。人の顔してもらっていいですか？ありがとうございます。いや、力強くない？なんか剥がれそうなんだけど、顔が。分かって言って。達也顔真剣やけどさ、力強えのよ。汚れなんかゴミ落とすみたいに。いった、もう何だ。力強え。これって何？ニコって笑ってください。はい、ありがとうございます。達也がこれ何って。何使っていいんだって。きたのそれ。あんま濃いやつで使わないで。濃いやつでやりたい。濃いやつだったらこっちにしてください。あるんだ。自分の足で使うんですか？押さえばいいや。こっちに落ちてこない。薄いやつでやりたい。まずシャドウいきます。薄いのはこれですね。あ、なんか整形してんね。ちょっとだけね。まぶた落ち込みすぎやろ。ちょっと普通に緩くつぶってて。そうそうそう。これあ、シャドウじゃないから、ノーシャドウ。ああ、鼻がないけんね。さっきのさ、座布団でさ、二人にさ、ギャバーバーやったやん。あのシーン、なんか思い出すだけでなんか、情けない自分が。ちょっと。待って、何今の、風邪きかけ。ねえ、ゆうさんテーマは濃いめ。パーティーに行く女みたいな。待ってよ。どうしようかな。これ終わり。大体も使うパレット一緒なんだね。だって2つしかない。おいおい、なんだ、私はなんだ、
ブレンダーしなくてごめんだわ。決めなくてもらっていいですか。ちゃんと普通にやりすぎたんやろ。うん、すごいすごい。いい感じ。うん、あれさんちょっとがっつり変えようかな急に、うん、突然どんなイメージでやってくれてんの。夏ちょっとリップ夏ちょっと普通にちょっと開けるぐらいで。私も自分で塗ってもらっていい。リップいい感じ。ああ、この不条理ですね。そうよ、ひねとち全人類リップで高山氏が広告してますね。眠そうな顔しやがって。ゆうきさんもあれ終わり。うん、私今ネットツヤのパレット持ちの。なに、ゆうきさんの方液体液体なにこれ。まだ見ちゃダメだよ。うん、いやでも正直あの画面見えんけん。まさか生クリーム乗せた。私ゆうきをイメージしようかな。あ、いいね。え、カットプリースってやってやってんの。目開けてどうなの、全然見えん。すっごいいい。うん、すっごいこれ微調整だから。え、じゃあ結構もう仕上げ結構終わってきたよね。うん、すっごい。うわぁ、緊張するすげぇ何おかしくないねえ、寝てたんですよ今ちょっといびきかいてたもんねえ、寝てたよね。いびきかいてたよね。まぶた閉じてさ途中さ、息が荒くなっただけだからなと思ったらさ寝てたんだってちょっと言ってた寝てたね。ちょっとなんかやっぱまぶたをずっとさ、閉じてさられててさ、ね、ちょこちょこに刺さるなと思ってたんだよね。お願いてるよ。あとね、やだ目開けて。目開けて。目開けてていいやつ。ちょっと動かない、危ない危ない。もう怖い、もう目開けてて。あ、そのちょっと下向いてるぐらいで。オッケーオッケー、ナイス。アイライン、どこまで引きよんの、マジで。なんで、まぶたがあれだから。もう見て。なんで目おかしくなる。いいね、これね。はい、目、目、目。ちょっと、さあ、ドライアイ、ちょ、みんな。これもおずめ、ゆきさんは。これも多分、小池でやるじゃん。めっちゃゲームみたいな。おやんって言ってるやつ。タンクカードって。ねえ、みたいな。テレビ見て。ほんと大丈夫これ。あ、いや、だだだ。え、だだだ、なんでさ、目ん玉に乗せてくれるんだよ。持ってたら目ん玉に。これさ、こっちハイライトあんま弱いよね。こっちの、ここのシャドウの部分いいなと思った。これもダブルライン用。ダブルライトない。涙袋。うん、待ってる今の。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。私も眉毛剃られてる。うん、あ、びっくりしちゃう。正しい二人のこの行動は。マスカラがないね。変になった、これやなければよかった下ラインだけいらなかった。もういらない、飽きた。ありがとう。はい、メイク完成いたしました。ということで、あの、まずドアップでですね、はい、ドアップでやる前に、こちらで、じゃあカメラで寄ってもらってみようか、そしたら。あと、こっち、これ、ここに鏡ある。あ、そう、こういうメイクになりましたっていうのを一応撮っとこう。あ、そうね、まず写真が見える、見える前。だいぶアップです。こういう感じになりました。いかがでしょうか。前髪ちょっとさ、下ろしてみて。
確かに確かに。前髪大事だからね。癖がついちゃった、ね、癖がついちゃった。ちょっと可愛くちょっとしてあげて。はい。笑っちゃってるやん。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでーす。なんで笑ったんだよ。見えないか。じゃあ鏡で見てみれば。鏡で一回ます。すごいよ、なんかパーティー仕様だよね、二人とも。じゃあここかかってあげて。わかりました。なんで一回自分の顔見た。この人。いやいやいや、なんかついてないかな。行きまーす。いかな、はい、はい、どうぞ。Z。あ、でもなんかすごい。二人ともちょっとパーティー仕様で。そうなんです。アイラインがすこのゴミみたいな。つけ袋です。涙袋。あ、でも達也の確かにこれ下なかったら結構いい感じに。下いらなかった。結構綺麗。うん。なんか夕日をイメージしてみた。ゆきさんのこのシャドウの色はいい。この変な星屑とアイラインのこの極太アイラインも見てボロボロ。達也はちょっと目尻に黄色っぽくて、うん、左に、目尻。あ、じゃあ目頭が黄色っぽくて、なんか確かゴールドが、で、目尻はちょっとオレンジっぽい感じの夕日にしてグラデーションにしてみました。雪はやっぱちょっと星がメインで、ちょっとこの黒目のアイシャドウというかなんで、ちょっと夜空に浮かぶ星、はい、夜空に、だから昼と夜だよね。じゃあ昼じゃない、夕日っつってたら夕方だっつ、あ、夕方から夜なんか夕方から夜にかけて、あ、なるほどね、はい、じゃあ指原さん、ちょっと感想は。そうですね、なんかどっちがいいとかあればね、どっちがいいとかあればアイシャドウの感じは達也のこの感じもいいし、ゆうき、ん、さんのこのアイシャドウの感じはいいかなって、うん、アイラインがほんと絶望みんなと、なんか涙袋もこの辺なんかクマみたいに二人とも描いてきてるから私疲れてんのかなって思いましたそんなことないよ、ちょっとアップで見てみようか見ようか、なにこれ、顕微鏡しっかりと写して、目に集中して写してもらったね。うん、ちょっと目アップです、目アップです、ちょっと待ってね。で、こうちょっと、ちょっとこうすごく、すごいね、動いたり、こっちに動いたり、こっちに動いたり、うん、こっちに動いたり、この結城さんがこの星を並べてるのが笑うね。笑うよね、マジ、なにこれ、並べさせていただいて、まあこんな感じで、うん、ありがとうございます。